はい、どうもこんにちは、ガクチャンネルのガクです。今日はね、実はね、これ買っちゃいました。じゃん。SP とかあのパワーボックスパイプってやつね、を買ってしまいました。PayPay のね、実はポイントというか PayPay 自体が溜まってて、まあ溜めてたんですけど、それで、ね、ちょうど溜まったんでね、買おうと思ってとりあえず買っちゃいました。もうどっちしろいずれつけようと思ってたんでね。はい、ということで今からとりあえずね、開けてどんどん作業していきたいと思います。はい、そしたらとりあえず開けていきましょう。とりあえず SP 忠夫さんのなんか、メーカーの方の YouTube の方でも取り付け動画とかあったんですけど、まあちょっとね、どうなのかな、そんなスムーズにいくのかどうかが分かんないですけど、そんな難しくは、ないと思うんですけどね。感じとしては関係ないか、ね、とりあえず説明書、ちょっとこれ片手じゃしんどいか、まあここに全部書いてくれてるんです ね。この通りやっていけばいいですね。必要なものはね、多分ね、まあもともと工具と、とりあえず液体ガスケットですね。で、なんていうか、あれね、液体ガスケットじゃないガスケットね。あのガスケットはちょっとなかったんですよ。ちょうど2輪間寄ってきたんですけど、品切れでなくて、もうとりあえず一回液体ガスケットだけでね、やってみて、漏れるようであればね、またもう一回作業して付け直そうと思います、ガスケットね。よいしょ。あれ、あ、こんだけか。本当に簡単なもんだよ。これだけですね、これだけ。うんね、まあじゃあちょっと梱包外して付ける準備していこうと思います。はい、じゃあね、一個ずつやっていきましょう。今ちょっと説明書を持ってきたんですけど、とりあえずマフラーをね、取り外します。2箇所ね、ネジ止めしてるボルトね。だから、これと、この下ですかね。ちょっと、メイク。これか、これね。2箇所ちょっと外して、とりあえず、こいつを外します。よし、じゃあやっていきますか。ボルトは12ミリ。で、とりあえずこっち外しましょう。とりあえずこいつをちょっと緩めといて、で持った状態で抜いて、ぐねぐね、よし、抜けましたね。はい、抜けました。ちょっとこれ置いていきます。はい、ここに入ってるこれジョイントのこのガスケット、これ使うのかな。あ、これも後で使うからこいつ外さないとダメですね。ちょっと外しましょうか。はい、このジョイントガスケットがなかなか取れないんで、次のページにね、とりあえず先行きます。外した後にまた取ればいいんでね、アンダーガードをとりあえず外していこうと思います。こいつね、まあ、これはちょっともう外すだけなんで、手っ取り早くパパッとやっちゃいます。
はい、今ねアンダーなんていうのガード、外しました。で次がこのマフラーの排ガスセンサーのね、このカプラーも外すんかな。まあとりあえずこの排ガスセンサーがこの下にあるやつですよね。ね、こいつか見えるかな、こいつから上がっていってるちょっと線をね外していこうと思います。はい、これコードね一応3箇所くらいこの上の、ここら辺までねちょっと見えるかな、ここら辺とか3本くらい外しました。これですね、3本、このくらい緩んでたら多分ねネジ緩める時も多分そこで吸収してくれると思うんで、まあこれでいいでしょうとね。で、配線浮かせます。でセンタースタンドの下にあるこの下くらいかなネジを取る。でそれからフロントのパイプのとこね、フロントパイプのこのとこをやっていく感じですね。とりあえずこれ外しましょうか。どこにあるのかな、この下、ちょっとカメラ入らんか、ちょっとこの下あたりに多分あると思います。まあとりあえずちょっとやります。はい、とりあえず、マフラー外しました。あとこれねセンサー次ちょっと取っていこうと思います。これは14くらいかな、14、いや、まあ、もうちょっと上か。はい、じゃあちょっと外していきます。はい、とりあえず、こいつ外して、でこれね、排気のセンサーもとりあえず外しました。で中にね入ってたガスケット、今回ちょっとこれが新品入手できなかったんで、これを使います。で液状のガスケットね、これを塗って、まあ、それで排気漏れが起こらないことを祈ろうと思います。ちょっとここの接合部分ねちょっときれいに、して、取り付けをしていこうと思います。はい、そしたらね今とりあえずここね綺麗に掃除をしました。パーツクリーナーでね脱脂をしとかないとなんかこのガスケットが綺麗にね、つかない、と思うんで、どっかでそういう風に見たんで、とりあえずこれでまあこれ接着剤代わりにね、ガスケット止めてパワーボックスパイプつけていこうと思います。とりあえずね、向こう側からかな 1,2 の順番ではめ込んで仮組みしていく感じになってますね。じゃあちょっとやっていきます。はい、今ね、とりあえず仮止めしました。はい、まあこんな感じです。次がここの真ん中のボルトをね、戻していくんですけど、こいつとかは流用するみたいですね。これちょっと外していきます。はい、本当はねさっきこの元々のやつについてたやつゴムの部品もう早めに取っとかないとダメって書いてましたね。これね実はまあなんとかねここつけた状態で仕込みました。これ見えないかね、なんとかつけました。だからこれでボルトちょっと締めていこうと思います。はい、パワーボックスパイプどうなったかというと、とりあえず取り付けはね、こんな感じで、まあ最初やったのはこんな状態で終わってます。見えるかな、一応ねここのところも液体パッキンを結構ね入念に入れて一応排気漏れはないような感じになってます、ね、で一応ねこれを買いました。この液パイの前の、ガスケットね、新品を買って、であとこれがね、取り外しができなかった、
中間パイプっていうかね、のやつなんですけど、一応ね今ガス漏れしてないんで、もうね置いとこうと思います、このままね。でいずれまたねこの、マフラーのこのサイレンサー部分っていうのも、お金ができたら変えたいなとも思ってるんで、その時にね、使おうかなというふうに思ってます。これねもうまたつけたら外せなくなるかもしれないし、まあ漏れてないからね、とりあえず。はい、ということでいろいろね自分でやってたらトラブルもあるんですけど、作業動画もかなり内容がグダグダっていうかね、もう失敗しまくってる内容になってますけど、まあそういうのもね、まあ一つの勉強ですよね。僕今まで乗ってたバイクで自分で作業してマフラー変えたっていうこともあったんですけど、この中間パイプみたいなのあったのかな、なんかこういうのが入ってるやつってなかったような気がするんですけど、もしあってもすぐ抜けてたのかもしれないね、ガスケットね。だからまあ勉強ですよ本当ね、ということで、まあとりあえずね、僕がパワーボックスパイプ、取り付けたっていう動画ね、あとまあ今の状態の、こんな現状ですよっていうことで、ご紹介でした。またねサイレンサー買って作業したらまた動画上げますので、またよろしくお願いします。今のね仕様はねでも気に入ってますよ。なんかこう乗りやすくなってとても良くなったと思ってます。はい、そしたらね今日はこの辺で失礼します。またよろしくお願いします。ではでは。